ビットコインが現在こちら7万1000ドルまで上昇を継続させていますそしてなんとイーサリアムこちらティより3018ドルにてエントリーしていたこちらのイーサリアムの墓地は現在2万5000ドル以上の利益となっている状態でございます現在アルトコインバブルがスタートしようとしているところです 本日ね、ビットコイン、そしてイーサリア、ムそしてストラナも上昇しています、まあ、これらのポジションの今後の戦略についてそしてし、まだロングできていない方そして買い増ししていきたい方私だったらどこに入れていくのかね、これね、これ話していきたいと思うんでね今日もね、話していきたいと思います。ということですね、ま,あ、まずね、ビットコインから見ていきたいと思うんですけど、まあ、ビットコインがね、想定通りに短期的に上昇し始めている状態でございます。 はいまあ、ビットコインの、ね、こちらね、逆三層を形成していて、そして、まあ、こちらの、ねまあ、トレンドラインね、まあ、トレンドラインもブレイクして、まあ、6万、こっちのチャートの方がいいですね、はい、6万5000ドルもね、重大なトレンドラインをね、まあ、ブレイクして、はい、6万5000ドル、そしてこちらのトレンドラインをブレイクして、そしてサポート、ホールとしてね、一気に上昇がね、継続している状態でございます。しかしね、ビットコインね、現在ね、かなりね、重大なレジスタンスにぶつかっている状態ですね、こちら7万1円 600ドルあたりのレジスタンス、はい、そしてこの7万1600はちょうど見てください、こうこ,このかなり、ね、重大なレジスタンスにぶつかっているんですよね、はいまあ、ちょうど、ね、ここを見ていただいて分かると思いますけど、まあ、かなり、ね、重大なレジスタンスなんですね、ここって、逆にここを、ね、ブレイクすることができたら、まあ、上昇するということなんですけど、ただ、前々から話している通り、私は、ね、ビットコインが上昇したとしても、7万4千ドルあたりが、まあ、天井だと思うんですよね。 昨日の動画でも、その前の動画でも、ね、何回もこれ話していることだと思うんで、ね、再、ま、度、あね、もう一度、ねまあ、詳しく説明はしていきませんけど、もし、ね、詳しく、ね、知りたい方は、ね、このチャンネルに、ね、新しく、ね、見ていく方は、ね、ぜひ、ね、この動画が終わってから、ねまあ、見ていただきたらね幸いです。はいまあ、簡単に言いますと、ね、この7万4000ドルのショートのストップロスを刈り取って、その後ね反発ね、まあ、下に、ね、していくと考えている状態でございます。そして、まあ、ビットコインが、ね、今から1から3ヶ月間ぐらい。 レンジを、ね、継続する可能性が、ね、高いと思っていますで。その理由としては、週足のボリンジャーバンドが、ね、現在、ね、破裂していて、そして今から、ね、収縮を始めているところです。この収縮を、し終わった後にビットコインというのは、ね、大抵、ね、大きな動きをその後、ね、毎回、ね、見せてきているんですよね、はい。例えば最近だと見ていきたいんですけど、こちらねビットコインー足のボリンジャーバンドが収縮してからその後、動きが、ね、生まれ始めた。収縮して大きな動きがはじ生まれ始めた。 はいまあ、収縮した後はね大きな動きが始ある、逆に言うと、ね、このような大きな、まあ、破裂があるときあまり大きな動きが、まあ、生まれない、ね、傾向があるんですよね。大体、ね、その後、収縮してから大きな動きが、まあ、生まれてくる、ね、可能性が高いので、まあ、しばらく、ね、レンジが続く可能性があるんですよ。ただビットトコイン今のチャートを見ていきますと まあこのままもう完全に上昇するんじゃねって皆さんね思われると思うんですよ。完全に上昇する流れのチャートに見えますが、ただね、これはね、私、トラップだと思います。まあ、このような感じで流動性を刈り取って、下に下がってくるのがまあ動きになってくると考えている状態ですね。と、はい、いうことは、ビットコインがね、さっきの話を踏まえると、ビットコインがね、今から、ま、あ レンジを継続する可能性が高いんですよね。そして、まあ、このように1000円変えてますけど、すぐには下落しないんで、1日2日で下落すると、ね、考えている方がいると思われるんですけど、まあ、そう見ていただいてわ分かる通り、ね、このような天井固めをするのにも数ヶ月かかっているわけなんですね。前回のバブルでも、このように、ねまあ、数ヶ月、ね、かかっているので、天井固めをするまで。はい、それを、ね、皆さん、ね、忘れないでください。すぐには生まれてこないんですけど、大体の値動きはこのような形になってくるということですよ。 はい、ということは、まあ、ビットコインが演じするということは、あるとンに資金が循環する傾向があるんですよね。はい、で、こちら見ていきたいんですけど、なぜならね、本日、レポートね、こちら X にてね、共有しました。はい。で、イースタリアムの含み益が、これ2、日本円にして430万円超えております。見てください、これ、2万5000ドルですよ。はい。で、これのエントリーね、こちら、動画見ていきたいと思うんですけどね、ちゃんとね、共有してるんですよね、これ。 あ聞こえないですよ、すいません。聞こえなかったんで。はい。あ、音すいませんこちらです、ね。はい。ジュイースのロングで、ね、今から入れていきたいと思います。はい。入れましたということですね。イーサリアムは追加いたしました。はい。ということで で、アルトコインの方に集中しているかと言いますと、これをね、ずっと話していると思いますけど、今からアルトコインバーブルが自分は夏にかけて潜ると考えてます。はい、こちらのね、もう見ていただいて分かる通りね、まあ、ずっとね、こちらね、話してきたと思います。はい、そしてやっとね、このアルトコインに動きがね、見始めれたわけなんですよ。そして、なんでここでイーサリアムのロングポジションを、まあ、入れたのかね、こちらね、解説していきたいと思うんですけど、まあ、こちらですね。まず見ていただきたいのが、まあ、加工ウェッジを形成してたんですよ。そして。 日足での加工ベッジをこちら形成ししていまのようにです、ねまあ、線をまあ心に重大な高値で引いていきまして、そして重大な安値で引いていったら、まあ、ちょうど見事にこの形がね引かれることが、ね、分かると思うんですよねで。このような加工ベッジっていうのは70%の確率で上に、ね、ブレイクする傾向があります。でこのような感じでですね。 加工、はい、ウェッジ形成したから上にブレイクして、その都合上昇が継続していくって感じで、まあ、このように大きなレローソク足を見ることができました。そして,10して同時に、こちらね、重大レジスタンスである3320ドルもブレイクすることができました。はい、で、現在、イーサリアムがどこを意識しているかといいますと、まあ、ちょうどこのあたりのレジスタンス。 3700ドル付近を現在、ね、意識している状態ですね。でも、自分ね、一回イーサリアムが、まあ、ちょっとね、調整したとしても、自分すぐに今からまたね、上がると思うんですよね。はいまあ、このままね、ショート打ちやすい場面だと思いますよ。今までイーサリアムが逆に下落しすぎてて、なんならね、こんなに上がったらショート打っていくと思いますよ。でもちろんね、利格していく人もね今現在います、だから下がってるんですけど、ただね、自分はこの調整が本当に一時的な調整になるとね、思ってますね。はい でどのような感じで一時的な調整になるかって思いますと、まあ、ちょっとは、ね、調整してきたとしても、まあ、すぐに、ね、反発してくると思ってますねこれ、はいで、1時間足のボリンジャーバンドが調整のめどになってくると思ってて1時間足のボリンジャーバンドがかなり破裂してて、まあ、これが収縮した後に大きな動きが、ね、生まれてくる、ね、傾向があるんですよね。 のでボリンジャーバンドを追加することによって、まあ、どれぐらいレンジが継続して、どれぐらいの時にエントリーしたら、ちょうど、ね、その後動きが、ね、生まれてくるのかっていうのがわ、ね、かると思います。で同時に4時間足のボリンジャーバンドも、ね、このように破裂しちゃってるんで、はい、この4時間足のボリンジャーバンドの収縮も、ね、かなり、ね、目処となってくるんで、その後、ね、また、ね、エントリーしていきたいと思ってますで。こちらのポジションに関してですけど、まあ、イーサリアムねこちらずっと、ね、ホールドしていきます。 ま、3018ドルでこちらエントリーすることができました。そしてね、まあ、3018ドルか。まあ、3018ドルでね、こちらエントリーすることができたんで、わざわざね、威嚇するポイントに、ね、今のところ見つからないですね。で、まあ、こちらね、トレンドラインで、ね、トレンドラインというかね、加工ウェッジをブレイクすることができたんで、はい。まあ、加工ウェッジブレイクすることができたんで、まあ、ここまで下がってくる可能性非常に低いんで、このままね、利益伸ばしていく作戦できます。で、こちら、ビットコインのショートに関しては、何回も話してますけど、これね、もうずっとホールドしていきます。で、 いくらでも、ね、1万ドル以上の利益で、ね、威嚇するチャンスだったんですが、わざとホールドしてるんですよ。もうどれぐらいビットコインが今から下がってくるのか、自信が、まあ、あるのか証明したいんでね、これね、わかりやすく、ね、ホールドしていくんでね、まあ、ぜひね、来年ぐらいに2万ドルぐらい到達すると思ってるんで、それぐらいホールドしたいと思ってます。まあ、数ヶ月から数年スパンのトレードになる予定ですね。はいちょっと喋りすぎて、ちょっと喉が疲れてきたんですけど、すみません。はいちょっと声が小さくなってきたらすみません。で、ソラナに関してなんですけど、ソラナもね、こちらね、動画で、 まあこちらエントリーに共有したと思います。で、空のに関してなんですけど、はい、こちらのもチャート見ていきたいと思うんですけど、まあ、イースタリアムが今からね、まだ上がるっていうことが分かったと思います。で、ちょっと忘れてたんで、とりあえずイースタリアム自分買うんだったら、どの価格帯見るか。まあ、3484見るね、これ。まあ、3484とか、まあ、そのまま下にこれ、3310ドルぐらいまで下がってきたら、下がらないと思いますけど、3310ドルあたり。 だからこれイーサリアム ETF の承認率が75%に上昇したが上がっていったっニュースなんでどういうことやねんって感じなんですけど、まあ、とりあえず3440ドルあたりでどうせこれ承認されてくると思うんでイーサリアムだからこれから、ね、一気に上がってくると思いますねビットコインの ETF の承認の一連の流れと、ね、同じような動きしてくると思ってますでちなみにこのビットコインの上昇はイーサリアムが上昇したからつられたって感じなんで今は完全にワールドコインに、ね、注目する番、ね、ですね はい、でソラナも見ていきたいんですけど、まあ、ソラナも、ね、期待通りに上昇していってますね。これも、ね、話したと思います。これも上昇してくることね話しましたね。はいまあ、とりあえず逆三損をこう作ってて、ナイスサポート持ってるんでね、これも、ね、高値更新見てますね。で高値更新がどのあたりになってくるかといいますと、300ドルあたり、そしてレジスタンスがこちら205ドルにありますので、まあ、300ドルあたりがこちら天井になってくると思いますね。まあ、300ドルあたりが天井で、もう一つ、ね、レジスタンスが250ドルですけど、 まあこの300ドルあたりを目処にね、こちらで、ね、空の利益ね、取っていきたいと思ってますけど、まあ、もし、ね、変更があれば、ね、またね、無料トレードグループ X やね、動画で話していきたいと思うんでね、もし無料トレードグループに、ね、参加されてない方はね、こちらから無料トレードグループに、ね、参加することができますのでね、ぜひね、こちらから見ていくようにしてください。そして VIP トレードグループの方にて、す、ま、べ、あ、てのね、こちら、ポジションね、はい、共有していました。これね、5月の16日の時点でね、見てください。 5月の16日の時点でこちらポジションを共有してたんですね。で、このポジションが現在ね、こんな感じで爆撃になっている状態ですね。で、これね、皆さんね、年会費500ドルです。ただし、私のアフリエイトの URL から登録した方は、永年無料でこちら参加することができます。無料です。永年無料です。で参加方法としては、説明欄にあるアフリエイトの取引所で、ね、こちらをメイン取引所としてずっと使っていくこと。そして500ドル以上の入金と KYC を 完了した後、その取引所に UID というのがあるんですけど、UID をね、この公式ラインに送ってください。VIP トレードグループ申請 UID ですみたいな感じでね、送っていただいてきたら、こちらね、私のマネージャーがね、こちら、す、は、べ、い、て対処いたします、うんはい。で、おすすめとなるのがこちら、ビットゲットですね。で、取引するんだったら、ビットゲットまたはバイビットです。 でバイビットね、今自分使ってるんで、ね、これめちゃくちゃ使いやすいし、こちらね、取引銘柄豊富、そして板が、ね、めちゃくちゃあるんでね、もう大口の方はバイビット一択です、これ。持ってない方必ず必要です。はい。で、ビットゲットはね、こちら大口の方でも全然使えるし、まあ、中口から小口ですね。まあ、大口でも使えますけど、ビットゲットのこちら、手数料が安いのがマジで大きい。手数料、こちらの URL から登録したら30、永久3 0オフとなるんでね、ぜひね、ビットゲットのこちらからね、登録していくようにしてください。 はい、でもし、ね、バイビット、別途で登録していない VIP に参加したい方はコイン w ビング g x、ね、こちらの2つのオプションで、ね、置いている状態ですね、はいはいで。最後のレポートの方を、ね、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、まあ、あ今は、ね、もうビットコインを購入するのであれば完全にアルトコインに、ね、購入するべきですで。別の投稿でも解説していますが、まあ、アルトコインの資金が、ね、もうすでにもう始まってますってビットコインはすでにもう上昇の最終段階。 もう自分、天井打ちしてると思ってるし、もう全部ビットコイン、現物、利覚しています。もう2ヶ月前に。はい、で、現在の,そのビットコインの上昇はイーサリアムに引っ張られたものですと。で、これまでビットコインに資金が集中していて、アルトコインが目立たない日々が続いてましたが、今が、まあ、その時です。はい、で引用しているツイートではありますけど、まあ、アルトコインバブルが来、ねまあ、るっということを話しましたし、もしろイーサリアムがまあこれらの理由を動画で話しましたけど、まあ、今から上がってくるよと、かなり強く言ってました。 で、今、私が注目しているのは、イーサリアの空のアバランチ。この3つが、かなり注目している。アバランチもね、かなり強くて、これからアバランチもね、上昇してくると思ってるんでね、アバランチ、見てください、かなり上昇してますね、これ。これも VIP でね、共有したんですけど、もう20、20%も上昇したんですかめちゃくちゃ上昇するね、アバランチ、まあ。アバランチありますね、これアバランチも今からね、1件上昇してくると思ってます。まあ、アバランチと、 えと、マ、まあ、バナチとイーセリアムとそれナを今現在集中していて、そしてその他に何集中しているかと言いますと、まあ、時価総額の低いね、現物のアルトコインと先物トレードに注力していっていきます。で、今の相場であれば短期間で桁違いの資産で、ね、づくことができるんで、まあ、アルトコインに皆さんね、完全に集中にしていくようにしていってください。で引き続きね、私の考えね、こちら X で共有していきたいと思うので、YouTube と皆さん見ていくようにしてください。はい、ということで皆さんね、最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとね、 喉が痛くて、あんまりね、力強くね、今日あんま喋れなかったんでね、まあ、何も問題なかったらいいんですけど、ちょっと自分の中ではちょっと納得できてないね、プレゼンでしたね、今日う。まあ、ちょっとね、ちょっと喉を一体ね、直してくるんで、皆さんね、もしね、引き続きなんかあればね、まあ、トレードグループの方でね、まあ、書き込みいただいたらね、返信とかしやすいんで、はい、そちらの方でやっていきたいと思います。はい、まあ、マネージャーがしてます。皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございましたまた。 次回の動画でお会いしましょう。喉が痛いて。